キア見に来てね。今日はくるって毛先入れて。あ、ベレー帽かぶろうかな、せっかくやから。よいしょ、ベレー帽かぶっとって行こうかな。よいしょ、ヒートテックヒートテック見えてた。じゃあベレー帽かぶって、うん、お気に入りの帽子です。ファンの方がくれたやつかな、これ見て。ほら、実はモフモフになってて、洗濯したりしても生き返ってくる。ちょっといい帽子やから。ネイルも昨日は紺色にしたけど、一日で何色っていうのかなこれなんていうんだろう、なんかよくわからん。朱色、違う、朱色ではないか、ブラウンかかった、赤にブラウンがかかった色で、レッドブラウンかな、ワインカラー的な、そんな色です。実はそうやな、握手会、握手じゃなかったから予備までは見れへんかったって人が多いね。あ、そうそう、今日モーニング行ってんで。今日のモーニングはちょっとインスタグラムの方に詳しく載せてるけど、久屋大通りパークに新しくできたお店行って、なんか想像以上におしゃれなモーニングやった。2回行ってるから、なんか2回連続ちょっとおしゃれな雰囲気のお店やから、次はちょっと古い感じのお店も行きたいなとか思いつつ、行きたい場所はたくさんあるから、もうね、次のね、実は日程も決まってて、次はあそこに、あの子と行きます。まだ行ったことないこと行くで。そう、ハッシュタグ SKE モーニング部って調べたら、結構ファンの方も行ってくださってて、今日ね、さっきいいね押しに行ってた、ツイッターの。そう、ゆきちゃんもね入ってんの、実はゆきちゃんも初参戦で、もうメニューがねいっぱいあって、なんかよかった、人数多ってと思った。いつもさ1人か2人やから、それやったら全然メニュー頼めんし、さすがにさモーニングメニュー2つ行くのはなって罪悪感あるけど、人数が多いと1人1個ずつで、それをなんか回しながらみんなで食べたり、あとはメニューのなんかプラスで甘いものを食べたりとか、人数が多いからこそできるものがあるので、それが楽しいなって思ってる。握手会でもね、ここ行ってきたよってちゃんとみんながね言ってくれたりするのがすごい嬉しいです。ありがとう。そう、いろんな味がね楽しめるから。でもやっぱなんだかんだ普通が一番美味しいんだなって毎度毎度感じる。モーニング部はね、今チカ、ポン、クマさん、ゆきちゃん、ネガイ、カノン、6人かな。まだまだ部員募集中なので、ぜひなんかちょっと入ってみたいなとか思ってるメンバーがいたら、ぜひぜひ一緒に
行って行きたいし、ちょっとでも少しでもなんか行きたいですとか気になりますとか、あ、ゆずぽもだ言ったよね今、そうだね、気になってるなとか、そういうメンバーがいたら声かけてくれたらいつでもウェルカムなので、ゆずぽとか、実際ゆずぽはとカノンは個人的に LINE くれたり、願いはツイッターでね呼びかけに答えてくれたり、全然きっかけはどこからでもいいので直接言ってもらえればもう入部可能なのでいつでも誘います。ぜひぜひ。今度は同期も連れて行こうかなとか勝手に起きるよって言ってとかも密かに計画してて、なんかさ16人集まったらなんかありきたりの夢かもしれへんけど、公演やりたいとかさ思うし、モーニング部での今の勝手な夢はお仕事もらうこと、なんか雑誌とかもそうだし、欲を言えば愛知県の番組になんか特集じゃないけどそういうので出たいなって思ってる。一回行ったさモーニングの場所でもさ食べてないメニューもあるので何回でも行けるし、モーニングだからこそお金もね安いしね今日のメニューは1個高いのあったけどその他は500円以内で食べれたりするのでお得。そう、目標はそれです。まあまだ2回目なのでね、今後そう、インスタの文章もちゃんと紹介するからにはやろうと思ったらなんかガチな食レポすぎてちょっとびっくりして自分でも引いたまあでもね、ちゃんと伝えたいし良さを練習個人的に自分が感じたこととかも書いたし、まあ感じ方は多分いろいろ味覚も違うから、チカは今回ね一番普通のやつが美味しいって思ったけど、もしねみんながいたらこれが美味しいっていうメニューがあったりするかもなので、めちゃくちゃ文章長くなっちゃったけど今日に関してはメニュー多かったもん、もうねめちゃ悩んだもん昨日の夜からさ、どうするどうする、選べへん選べへんってなってた。そう、それを密かに夢見ながら、まあ10回行けたあたりからどっかで過去やりたいなーって、お仕事みんなで、それまでにもうちょっとメンバー欲しい、何だ、7人か今、10人集まったら嬉しいよね。そう、前日からモーニング行くときはメニュー悩んで、あ、こんな風に写真撮ろうとか、あ、このメニュー頼もうとかめっちゃリサーチしていく。あと道もちゃんとちょっと部長である限りちゃんと調べて、あ、ここはこう行ってとかもう頭ん中に入れて決めてる集まるかな、ちょっとぜひぜひみんな声かけて、あと4人ぐらい欲しいな。まあ、多分同期は強制的入ると思うから、まあね、やるって言ってからには。でも今日はね朝ごはんめっちゃ食べたからお昼ごはんいらんかった、食べへんかって。でも握手会終わりに、あ、ちょっとお腹空いたなと思ってカレーやった、今日美味しかった、五穀米で。五穀米美味しいよね。え、サリちゃんめちゃくちゃ早起き好きやで、モーニングめっちゃ好きやで、実はあんまり知られてへんけど全然一人モーニングよくしてはるぐらい、一番同期の中で目覚めいいし寝起きいいか、寝起きいいしモーニング好きやと思う。楽しみ、今後。
なんかこれをきっかけにね、これからまあ今は現地でどう書かれるか、それの話題にもなったらなって思う、ファンの人との会話の。あ、メール届いたって、あとでゆっくり読んでね。顔色な、他にもっと来てほしいな、メンバー。早起き苦手とか言う子多いけど、やってみたら意外とそんなんじゃないけどね、ちゃんと起きれると思うし。和食も食べたいな、おにぎり食べたいな。握手会でも嬉しかったな、行ってきたよとか、実はあそこ家から近いんだとか、そういう会話が嬉しい。15分って意外と長いね、早いと思ったら。まあ早いんだか遅いんだか。次ショールーム3つしようかな。あ、カレンダー買わないと。喋ってたらあっという間。お天気がいい日が続いたから、もうすぐ明日明後日は、明日明後日もう天気悪いので、ね、みんな。あ、そうだね、今度逆上がり公演の振り返りをしなきゃ。次の公演はそれだな、それするので、それで周年の公演終わり。危ない、1ヶ月過ぎる前に やらないと忘れちゃう。さあかさあか、なんだっけ、もう忘れた。さあかかり風を感じる、もう忘れちゃってるわ絶対。もう戻れへん。海を渡れ世界、忘れちゃったやばい。もちか、多分短期集中型だな、すぐ覚えてすぐ忘れちゃう。あ、終わった。またこの後メール待っててね。9時10時ぐらいに多分大富豪やろうかなって思ってるので対戦しようね。どっかで告知します。ありがとうみんな、今日も一日お疲れ、明日も頑張ってね、月曜日。バイバーイ。